楽しくプロテインを飲むように。すごい匂いする。 Oh my god、 これは超うまい。ケーナだよ。今日の動画は、この夏私がハマってる新しいというか、スナックを紹介します。最近ジム行ってる後に、いつもプロテインはスムージーで、作って飲んでるけど、なんかいつもスムージーばっかり飲んでるから、じゃあちょっと変えて、だからアイス、プロテインスムージーアイスかなに、なんか最近スナックで食べてる。すごい暑いし、あと忙しい時にスムージーとか作る時間なかったら、これを一個食べたりして楽しくプロテインを飲むように、なんかちょっと変えました。だから今日は、4つの味のスムージーを冷凍庫に入れてアイスにして食べます。じゃあ始めましょう。最初のスムージーは、私がいつもこれに入れてるスムージーを一つ作って、あとの3つはあるもので、なんとかスムージーアイスを作りましょう。じゃあはじめは、最初はプロテインを入れて、何ミリだろうこれ、まあ、プロテイン入れて、ヨーグルト、グリークヨーグルトも入れて、そしてたまにミルクとか使わないから、代わりにお水を入れて、どれだけなんていうの、ちゃんとブレンドできるように、だからお水入れておいて、グリークヨーグルト、こんな、そしてバナナ。私ちっちゃい時からスムージーが大好きで、どこ行ってもスムージー飲んでた。トロントもオーストラリアも。日本は、ブレンドするスムージー屋さんがあんまり探せなくて、でもバナナはいつも私スムージーに入れてた。ピーナッツバター。ピーナッツバター入れてます。これは、ほんとピーナッツだけのブレンドのナチュラルピーナッツバター。私クランチーが好きで、スムージーのやつもあるけど、もうこれは砂糖とか塩、砂糖とか入ってない、27% プロテインが入ってるピーナッツバターで、塩も入ってない、砂糖も入ってないピーナッツバター。こんな、あとウォルナッツとシナモン、このスムージー、ウォルナッツ、日本でもウォルナッツ買える、買える、買えるよ。 OK、 こんな感じ。もうちょっとお水必要かもしれないけど、ちょっとやってみましょう。
あれ？あ、ついてない。ちょっとピーナッツバターついてるけど、この何色がいいかな、このスムージーは。黄色。おお、ちょうどいい。で、で入れておきます。ちょっと綺麗にしよう。ナンバー2、次のスムージーはミックスベリーのベース、あ、ブルーベリーか、ミックスじゃない、ブルーベリーのベースで、これは冷凍しているフローズンブルーベリーと、そしてアーモンドミルク。量がちっちゃい感じする。ちっちゃくしてるから。そしてグリークヨーグルト、またちょっと入れて。そして最後はオーツ、ロールドオーツ。これがやっぱりすごいお腹いっぱいになるっていうか、オーツも体にいいし。もうちょっとミルク必要かもしれないけど、 Mixed berries、 アーモンドミルク、 Greek yogurt とオーツのスムージーです。すごいちっちゃい。やっぱりベリーのスムージーも好き。よくブルーベリー、ラズベリー、いちご。ナイス。これはじゃあピンクのやつ見てよ。次のスムージーは、ちょっとピーナコラだけだから、あるパイナップルと、そして残ってたココナッツミルク、この間タイのカレー作った時にココナッツミルク使ったから、これを使ってパイナップルとココナッツミルクと、そしてバナナと、あとほうれん草、ベイビースピナッチを入れます。お父さん、お兄ちゃん、弟がみんな自分のスムージー、プロテインのスムージーとか作るときは、ほうれん草とか入れたり、ベリー、バナナ、オーツとプロテイン。今日はちょっと別々にしてやってるけど、うん、パイナップルうまい。とバナナ入れましょう。やっぱりバナナないと。ココナッツミルクっていうより本当の生のココナッツと、細かくしたココナッツとココナットウォーターみたいな感じ。ココナッツミルク、これは
そしてスムージー用のほうれん草で、フローズンスピナッチでちょっとしか残ってないけど、まあちっちゃいやつもある。ベイビースピナッチ、フローズンベイビースピナッチ、ほうれん草、ちょっとグリーン系のピナコラーダかな。ちゃんとブレンドできるかなこれ。これはじゃあ緑に入れましょう。おお、ココナッツの匂いする。いい匂い。できた。あと最後一個。最後一個どうしよう。ちょっと考えとく。最後の一個は分かった、決まった。この間っていうか、アルセカルアベニューでジムがあって、そこにあるスムージーバーがあるの、ジムの中に。そしてそこにあるスムージーがすごい美味しくて、そしてデーツが入ってるの、デーツのバニラのプロテインスムージーだから、それのインスピレーションで自分のやつ作ります。デーツスムージー。デーツなかったらレーズン、ソルターナ、ここに写真入れます。乾燥してるグレープも味と甘さが結構デーツと似てると思うから、ブドウ系だから、それも使います。だからでも私はデーツとピーナッツバターとコーヒー、エスプレッソ一つ、シナモン、ちょっとアーモンドミルクでブレンドしようかな。コーヒー、あ、でもコーヒーでも足りるかな。じゃあ最初コーヒーのエスプレッソ作りましょう。デーツ、コーヒー、ピーナッツバター、バナナ、シナモン、すごい合う。ここで、ここでっていうかドバイでもやっぱりデーツ使ってるスムージーとか、デーツのバルサミックビネガーとかがあって、すごいちょっと甘い系、本当に美味しい。じゃあ先にバナナ入れて、そしてデーツ。これはブレンドするのに結構もうちょっと長めにしようしとこうかな。デーツもすごい体にいいからね。よくエジプトのクレオパトラが、なんていうの、ビューティーでデーツを食べてたって言ってた。それで綺麗になったんだって。そういう話もあります。2つ、3つぐらい。ちっちゃいの。あともう1個。真ん中に。これは美味しいでしょう。なんか自分のデーツスムージー作るの初めて。あとちょっとピーナッツ。ピーナッツバター。ちょっとだけ。そしてシナモン。いやー。これはうまいぞ。すごい匂いする。 Oh my god。
する。Oh my god。マジで。あ、でもちょっとデーツのなんかちっちゃいピースがあるから。美味しそう。これはアイスにしたら美味しいね。全部スムージー作るときとか私測ってないから 目で見て決めるタイプ。うん。やん。美味しい。じゃあ。出来上がり。Oh my god、色が超可愛い。さて、冷凍庫に入れましょう。枝豆の隣に入れました。OK。じゃあ、凍って、まあ明日かなんかに食べてみようかな。全部ちょっと試食してみて。イエーイ！じゃあまた試食タイム。NEXT！ お待たせ！次の日です。今ジム終わって、そしてそのアイスのスムージーちょっと食べてみようかなって思ってます。ちゃんと凍ってるかな？次の日だから凍ってると思うけど。どう？このまま取れそうかな？ちょっとお水で溶かしてみるか。オッケーオッケー。おお。オッケー。最後の一個。ちょっと待って。スタック、取れない。どうしよう。なんかどうやって食べる？そしたらともうちょっと溶けて。超かわいい、これ見て。 Oh my god。 OK、 じゃあどうしよう。ちょっと待って。やだ、デーツのやつが全然取れないんだけど。どうしよう。やだ。じゃあちょっと切って食べてみましょう。うん、うまい。ココナッツ冷た。お、ココナッツ、バナナ、パイナップル、スピナッチ、これは美味しい。 OK、 次、まあこれは美味しいって知ってる。これは私がいつも作ってるプロテインのやつだから。バナナが見える。うん。
うん。うん。冷たい。おいしい。じゃあ、ベリー。うん、冷たい。うん、ブルーベリーの味する。おいしい。ねえ、ちょっとどうすんのこれ。ねえ、おお、いや、これなんか一番食べたいやつ。コーヒーとデーツが入ってるから。どうやって取るの？あ、スプーンで食べるか。あ、オッケー。ああ、Oh my god、 これはうまい。これは超うまい。 Oh my god、 うん、最高これ。うん、やばい、これ本当に美味しい。うん、今のおやつ今日これにしよう。やばい、これマジで美味しい。これ今度全部4つ、これ最初作ろうかな。うん、やばい、うまい。なんか甘いし、なんかフィックでデーツが、そしてコーヒーの味、バナナの味、シナモン、ピーナッツバター、最高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 。本当に美味しい。じゃあ皆さんもなんかリクエストとか、本当に自分が大好きなスムージーのレシピとかあれば、ぜひコメントして、それをアイスに作ってみます。私が夏アイス、イエーイ、大成功。今日は食事の時に使える英語フレーズを紹介します。Number one, it looks so delicious. すごい美味しそう。スムージーがまだここにちょっと残ってる。It looks so delicious. 美味しそうだねってフレーズです。2番目、Thank you so much for the food. が、Thank you so much for the meal.言って、ごちそうさまでしたっていうこと。 Number three, 最後、last one, I'm so full、すごいお腹いっぱいっていう、もう I'm so full っていう、もうなんかここまでI'm so full、 すごいお腹いっぱいっていう英語フレーズの3つです。他にも教えてほしい違う英語フレーズあれば、ぜひコメントしてください。今日も皆さん見てくれてありがとうございます。楽しかったです。皆さんもレシピと、まあ、レシピとっていうか、アイススムージー絶対作って作ってほしい。本当に美味しいから、ヘルシーだし。だから皆さんありがとうございました。またバイ